てもらいたいんだけど。まあこんな時に話する気にはならないと思うんだけどさ。君は、はるかちゃんか？桐生さんところ。秋山さん？君なのか？パク社長が売り出そうとしてた新人っていうのは。そういやさっき堀江ちゃんが沖縄がどうこう言ってたけど、こんな偶然もあるんだな。秋山さんの方こそ、どうしてここに？実は俺、パクさんに金貸してたんだよ。社長が秋山さんに？ああ、彼女関西の金貸し連中には融資をみんな断られちゃったみたいでね。そんな時、神室町になら無担保無制限で金を貸してくれるところがあるらしいって噂聞いて、彼女はすぐ東京へ飛んだ。それがスカイファイナンス、つまり俺の会社だったってわけだ。1年ちょっと前の話だったかな。社長、そんなにお金に困ってたんですか？ああ、いや、そうじゃなくて、そのなんていうか、別にパクさんが食うに困ってたとか、そういうんじゃなくて、額が額だったから、ちょっとね。いくらだったんですか？3億円？3億って、そんなに？そう。ところが今、その金がどこかに消えちまったらしくてね。今まさにそれを調べようとしてたところさ。それじゃまさか、そのお金がなくなったことで自殺を？可能性としてはある。ただ、俺に言わせればそれはありえないな。どうしてですか？俺はさ、自分のポリシーとして金を貸す前に、相手がどういう人間か見極めるためにいろんな無理難題を吹っかけてテストをするんだよ。いわゆる俺流の厳正な審査ってやつ。そのテストをクリアできなかった人間には絶対に金を貸さない。蒼天堀からわざわざ神室町まで来たパクさんは、俺の出した無理難題を見事に乗り越えた。俺のとこに金を借りに来る客は、その大半がその場しのぎの金欲しさにやってくる。だから金のために土下座はできても命を張ることはできない。まあそれが普通だ。だけど彼女は必死だったよ。秋山さん。ん？社長は自殺なんかじゃありません。多分誰かに殺されたんです。そうとしか思えません。だから私も一緒に連れてってください。え？お願いします、秋山さん。私も一緒に。社長に何があったのか私も確かめたいんです。さてと、まずはそうだな、はるか、大丈夫？オーケー、その息だ。